お別れ行ったと思ったら戻ってきちゃったって気まずいよね。漫画でもよくあるけどさ、引っ越すって言って、あの転校のお別れしても引っ越し先聞いたら市内だったみたいな。そうです、森田が戻ってきちゃった というわけで森田康平選手、まあさようなら言う時にはね、まあもう通用してないとか言っちゃいましたけど、まあでも再契約、まあつまり来年も、そう、今年ダメだった、今年力が通用しなかった舞台 J1 でまた戦わなきゃなんないんです。僕らもね、その森田選手に期待しなきゃなんないんです。まあ去年、もう年が変わって一昨年 J2 で森田選手最初で通用してなくて、まあところが戻ってきて、戻ってきてどうなのよと見てたら、むしろ後半戦 MVP、 そう、森田選手が見せてくれたリバウンドメンタリティ、今こそ1年越しで見せる時です。森田のラーメン食べれるのが1年遅れたのはまあ非常に残念なんですけどとかって、それ以上に森田が見せたその姿勢、森田選手のね、このサッカーにかける思いというものをもう1年今度こそしっかりと結果を見せていただきたいと思います。噂では山梨に家建てたんだって。ってことは引退後のラーメン屋もちゃんと僕が食べに行ける範囲かな、まあ、そんな話は今年1年まだ考えちゃいけません。もう行っちゃったから考えてるんだけどダメです、ダメです。まずはリバウンドメンタリティ、 J1 でプレーすると、まあ再オファーっていうのもね、ちょっと情けない話なんですけど、ヴァンフォーレ甲府側も、ただ森田選手もこれに反抗をしたからには今度こそ J1 で通用するんだと、その輝きを再び見せていただきたいと思います。そのためにまあ J2 のね、後半戻ってきた時もちょっと半信半疑、今回もなんですけどもそれでも戻ってきた森田選手がまたヴァンフォーレ甲府のベンチに入って試合に出るとすれば、それは当然城福監督の信頼を勝ち得た、 J1 でヴァンフォーレ甲府の選手の中でしっかり仕事をできるだけの準備が整った証拠だと思います。じゃあ出てきた時にブーイングしたら誰に失礼か、森田選手だけじゃない、準備をしてきたヴァンフォーレ甲府の人全員に失礼に当たります。まあ、ですので森田選手が出てくれば、もちろん僕らは大声援で応えなきゃいけません。森田選手、来年もあの山梨中銀スタジアムの舞台で躍動してくれることを祈っております。やっぱね、ああいう風に言ってお別れ動画作って、それをね、手のひら返すっていうのはちょっと気まずいねまあそれでも戻ってきて、この青と赤のユニフォーム、これを着る以上は戦う、戦え男よ、誇りを胸に持ち、俺らがついてるぜ、ラララララ、戦え男よ、誇りを胸に持ち、俺らがついてるぜ、戦いましょう、もう一回共に。ディフェンダーとしての相方、道具だと一発タイムを食らったんですが、この場面でもボールを後ろにこう壊されてしまった後、モニターが行かないんですね、動けないんですよ、そしたら道具だと無理して追いかけて後ろから行く形になって、道具だとが一発タイムを、まあ、ただ正直モニター